ファイ・ホトスは、主にロシアのモスクワ及び、日本の東京で活動する、写真家集団。ファイ・ホトスは、モスクワ写真部のロシア語である、能略称、ファイと写真家集団であることを強調するための、ホトスから成り立っている。設立は2011年に、モスクワにて、モスクワでは、毎月1回メンバーのレベルアップを目的とした、写し会、を行っている。は 俳句の句会という5000回の運営方法を参考にして企画された。また、東京でも2ヶ月に1回同様のが開催されている。この他にも講師による写真講座を同時開催しており、初心者でも参加ができる集団である。メンバー向けの活動以外にもイベント等でのカメラマン派遣やイベント併設の写真展協力などを行っており、写真販売もされている。 ロシア発祥の団体のため、日露文化交流を中心とした活動が多いが、メンバーは日露以外にも多くの国で在籍しており、グローバルでの活動へと広がっている。世界各国合計で約200名のメンバーが在籍。2011年に当時モスクワに住んでいた写真家、中村正樹が他のカメラマンやカメラメーカー、写真愛好家を集めて設立された。当時は、 モスクワ写真部という名前だったが、活動範囲が広がったこともあり、ファイフォトスという団体名も併用している。は2014年11月に第1回目が開催されて以降、現在まで続いている。ありがとうございます。